10月26日発売の、スプリームダークネスに収録される新カードの情報が公開され、なんとあの、クリストロンの新規カードの詳細が明らかになった。クリストロンは、水属性、機械属で統一されたシンクロテーマで、相手ターンに超大型シンクロを出し、盤面を一掃するのを得意とするテーマだが、やはり多くのデュエリストにとって印象深いのは、クリストロンハリファイバーの存在だろう。ハリファイバーはデッキからチューナーを呼ぶ効果の他に、相手ターンに自身を除外して、シンクロチューナーをシンクロ召喚扱いで特殊召喚できる効果を持っており、これによって相手ターンシンクロが可能なシンクロチューナーを展開し、相手ターンに超大型シンクロの召喚を狙う、というのが本来想定された戦術であった。しかしながら、ハリファイバーはその素材の緩さと、デッキからチューナーを呼べる効果があまりに汎用性が高く、リンク展開の起点としても幅広く活躍してしまったため、リンクにモンスターと相性のいいスプライトの登場なども受け、2022年7月に禁止カードとなってしまった。それ以降、これといった強化もなく、なかなか本領を発揮できなかったクリストロンだったが、ハリファイバー禁止から2年の時を経て、ついにテーマ単位で大幅な強化を受けることになったぞ。では早速効果を見ていこう。まずは待望のサーチ効果を持つ永続魔法カード、クリストロンインクルージョンだ。発動時の効果処理として、クリストロンカード1枚を手札に加えることができ、クリストロンモンスターに戦闘破壊耐性を付与する効果に加え、墓地から除外することで、墓地のクリストロンを蘇生できる効果を持っている。クリストロンは魔法カードがフィールド魔法くらいしかなく、こちらもクリストロン名称ではない上に、直接的なアドバンテージには繋がらなかったため、シンプルなサーチカードの登場は非常にありがたいな。永続魔法ゆえに発動後場に残ってしまい、一見墓地効果とは相性が悪そうだが、クリストロンは自分の場のカードを破壊して展開する効果が多く、これらで場に残ったインクルージョンを破壊すれば、墓地効果につなげることができるぞ。特に新カード、クリストロンサルファドールとは抜群の相性を誇り、サルファドールは場のクリストロンカードを破壊することで、自身を手札墓地から特殊召喚でき、特殊召喚時にクリストロンカードを、なんと2枚まで墓地へ送ることができる。インクルージョンからサルファドールをサーチすれば、サルファドールを特殊召喚する際に、インクルージョンを破壊して墓地へ送れるため、実質インクルージョン1枚から、サルファドールによる2枚の墓地送りと、インクルージョンの墓地効果による蘇生が確約される、非常に優秀なコンボとなっているぞ。クリストロンはもともと優秀な墓地効果持ちが揃っているため、2枚の墓地送りに加え、蘇生までできるようになったのは至れり尽くせりの強化と言えるな。インクルージョンとサルファドールのコンボから特殊召喚しておきたい。新たなクリストロンチューナー、クリストロントリスタロスも登場しているぞ。ハリファイバーをデフォルメ化したようなイラストが印象的だな。相手が効果を発動した時に、デッキからクリストロンモンスターを特殊召喚し、特殊召喚したモンスターを含む、場のモンスターを素材に機械属シンクロのシンクロ召喚を行う効果を持つ。このカードを場に置いておくだけで、実質デッキのモンスターを素材にシンクロ召喚ができるようなもので、クリストロンの本領である相手ターンシンクロを支える新たなキーカードとなりそうだな。デッキから出すモンスター次第でレベルを調整できるため、エースであるグリオンガンドはもちろん、レベル12の機械属シンクロである、センチュリオンレガーティアも候補として優秀だな。さらにトリスタロスは、墓地から除外することで、自分の場のシンクロモンスターを破壊して、クリストロンモンスターを2体リクルートする効果も持っており、初動となるサルファドールと合わせて、新たな中継役となる、クリストロンエレスケルタスをシンクロ召喚し、こちらを破壊してさらなる後続を呼ぶのが新たな基本展開となりそうだ。新たなレベル7シンクロ、クリストロンエレスケルタスは、シンクロ召喚した場合に墓地、除外状態のクリストロンカードを回収できる効果を持っており、墓地から除外して効果を使ったモンスターはもちろん、展開の起点となるインクルージョンも除外から回収できるぞ。破壊された場合に、墓地、除外状態のクリストロンを特殊召喚できる効果を持っており、これまでの中継役とは異なりシンクロモンスター以外という記載がないため、なんと破壊された自分自身を蘇生することもでき、トリスタロスのリクルート効果を、実質ノーコストで使うことができるぞ。新たな永続はな、クリストロンクラスターも登場し、場のクリストロンに除外耐性を付与しつつ、墓地、除外からのリソース回復をしながら、最大2枚の破壊を狙うことができるぞ。この手の効果は基本使い切りのものが多いが、永続罠ゆえ2枚ターン使えるのは非常に強力だな。クリストロンスモーガーを展開に絡めれば容易にサーチ可能なため、相手ターンシンクロと、クリストロンクラスターによる妨害を安定して構えることができるだろう。総じて、相手ターンシンクロを狙うだけでも一苦労だったクリストロンに、ついに1枚初動となる魔法カード、そして緻密に計算されたデザインの新カードが登場し、ハリファイバーがいた時以上の爆発力を発揮できるようになった。
後継者が現れたことで、ハリファイバーも安心して成仏できるだろう。もしかしたら、クリストロン強化に伴って、ハリファイバーがエラッタなどを経て緩和という可能性もゼロではないのかもしれないな。新規の召喚しか出せなくなる縛りが多かった既存カードと比べると、新規カードには、リンク展開への縛りがないため、ハリファイバーも問題なく出せるようデザインされており、素材や展開先に縛りを設け、ハリファイバーが帰ってくる未来がいつかやってくるのかもしれない。10月の改定でサプライズ復帰という可能性もゼロではないので、続報が非常に気になるぞ。というわけで、俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。